アスマルカダル、またはメルカダルはスペインバレアレス諸島州のムニシピオ。バレアレス諸島のメノルカ島中央部に位置する。カタルーニャ語表記が公式名である。マーカドルはラテン語で史上を意味するマーケイテムに由来する。1232年にアラゴン王ハイメ一世がイスラーム教徒からメノルカ島を征服すると、マヨルカ王ジャウメ二世の知性の1301年には、 商業センターが設立され、賑やかな屋外市場が今日に至るまでこの街の魅力となっている。アスマルカダルはメノルカ島のほぼ中央部に位置する。8のムニシピオからなるメノルカ島において、東側はマオーマオンと、南側はアラヨールヤースミグジョルンブランと、西部はファレリエスと接している。 メノルカ島の首都マオーマオンから北西に 21km、メノルカ島第二の都市シウタデリアでメノルカから東に 20km の距離にある。両都市とは県道目マイナス1号線で結ばれている。メノルカ島の北岸、南岸からもほぼ遠距離の内陸部にあり、北岸のフルネエス地区には目マイナス15号線が、南岸のサントマス地区には目マイナス18号線が通じている。 バレアレス諸島の他地域同様に、気候は典型的な地中海性気候である。年平均気温は摂氏17.1度であり、最寒月の1月の平均気温は摂氏11.5度、最寒月の8月の平均気温は摂氏25.0度である。冬季には夜間や早朝にかけて摂氏5度以下となることがあり、夏季の最高気温は摂氏30度以上となる。 2017年の自治体人口4788人のうち2000人以上が中心地区に住んでいる。経済は農業と観光業が主体である。1991年の国勢調査によると人口の76.45%がバレアレス諸島州出身 19.、19.37%がスペインのタジキ州出身、4.19%は スペイン国外出身だった。2001年の国勢調査によると、スペイン国外出身者は11.2%であり、うち半数はイギリス出身だった。メノルカ島の最高峰である標高357メートルの道路山は、アスマルカダルの自治体域にあり、アスマルカダル地区の東3キロメートルの距離にある。道路山の山頂には、自動車、または、 徒歩で容易に訪れることができ、山頂からはメノルカ島の景色が一望できる。トーロさ山の道ロの聖母はメノルカ島全体の守護聖人となっている。毎年7月中旬、カトリックの聖人である聖マルティノスを称える伝統的な祭礼が開催される。アスマルカダルの町と道ロさん、ありがとうございます。